奥にあるのが歓迎の門、その向こうに見える都市が目的のユールモアさ。手前のここはゲートタウン。ユールモアに住むことを望む者が選ばれるのを待ちながら暮らしている場所だよ。おお、いつもの変なチビかと思ったら新顔を連れてるじゃねえか。特技があるやつなら大歓迎だぜ。あんたは一体何ができるんだ？彼女は移住希望者ではない。君たちの邪魔はしないから放っておいてくれ。なんだと？こっちが善意で聞いてやってるのによ。もちろん都市内で暮らせるよ。魚を食べない日だってずっとね。さあさあ名乗り出る人は実践多戦は問わないよ。魚くん、誰かいたっけ？彼女はどう？ユールモアは世界政府を自称していると言ったね。実はあの都市には別の異名もあるんだ。最後の陥落都市、光の反乱を生き延びた奇人や富豪が残った時間を楽しく遊んで暮らす場所。持たざる者である一般人がその楽園に住まうには、あんな風に人材として変われるしかない。悪くなさそうだ。君をユールモアにお迎えするよ。幸せの街でこれからずっと腕を振るっておくれ。さて、みんなのその期待に満ちた顔、言いたいことは分かってるよ。さあお待ちかね、彼女の素敵な門出を祝福してメオルの臨時配給だ。はい、待ってました。どうぞ。ありがたい。私も。あのメオルというのはゲートタウンの住民にユールモアが無償で配っている食料でね、都市内でも主食となっているものらしい。食べていくのも困難な時代だから、あれの配給に依存している住民も少なくない。だが私はどうも。